ミディアムでフォロワーを獲得するためのベスト9のヒント。フォローすることが重要な理由。ビジネスを構築し、日常の起業家生活の中でミディアム内外でのトラクションを獲得するのに役立ちます。新しい記事を公開するたびに、その記事が自動的にフォロワーと共有され、さらに幅広い読者に読まれ、共有される可能性が高まるため、フォロワーが増えるほど記事の可視性が高まります。ミディアムに多くのフォロワーがいると、ライターとしての信頼性が高まります。これは、人々があなたのコンテンツを評価し、あなたの文章が面白く、時間を費やす価値があると感じていることを示しています。ミディアムでフォロワーを増やすと、同じ分野の他のライター、読者、インフルエンサーとつながることができます。これにより、コラボレーションの機会、ゲストの投稿、人前での講演などの新たな機会が生まれる可能性があります。あなたがコンテンツを収益化したいと考えているライターの場合、ミディアムで多くのフォロワーを獲得することで、ミディアムパートナープログラムを通じて収益を得る可能性が高まります。ミディアム .com でフォロワーを獲得するためのヒント。貴重な洞察を含む高品質のコンテンツと関連性があり、有益で魅力的なコンテンツを公開します。記事が適切に書かれ、間違いがなく、読者に価値を提供できるようにしてください。ごめんなさい、忙しい8さん。私の中には修正すべき文法項目が必ずあります。私のスタイルは、自分の記事を書き、QA、QC のために何度も読み返し、時間をかけて何百回も記事を更新することです。仕事のメールでも同様です。送信を押した後でも、QA、QC のためにメールを読み直していることに気づくでしょう。ふうむ。完璧主義者の人生、顔文字ウィンク。ミディアムに定期的に新しい記事を公開して一貫性を保ちます。スケジュールを作成し、週に1回または月に1回発行するかどうかに関わらず、そのスケジュールを守ります。拍手したり、ファンになったり、メールリストに参加したり、フォローしたり、他の人の作品にコメントしたりして、参加を続けましょう。彼らの記事に思慮深いコメントを残したり、彼らの仕事に拍手を送ったりすることで、関係を築き、新しいフォロワーを獲得することができます。関連性があり、読者がコンテンツを見つけやすくするタグとキーワードを使用すると、記事の可視性が高まり、読者が記事の内容を吸収しやすくなり、より多くの読者を引きつけることができます。他の人をフォローすると、他の人があなたの記事を見てあなたの存在を認識するのに役立つ可能性があります。他のサイトをチェックするのに最適な方法です。このサイトは、ミディアムのトップ著者の非常によく整理されたリストであり、フォローすることもできます。https://toporters.xyz/7. ソーシャルメディアで記事を共有して、ミディアムの記事を宣伝し、より幅広い視聴者にリーチし、新しいフォロワーを獲得するのに役立ちます。例えば、Twitter、Facebook、LinkedIn、YouTube に投稿します。8より多くの視聴者にリーチし、新しいフォロワーを獲得するために、ミディアムの出版物に参加します。自分の専門分野に合った出版物を見つけて、出版のために記事を送信します。9. 記事を共同執筆したり共同イベントを主催したりして、ミディアムで他のライターと協力します。これは、プラットフォーム上で新しいフォロワーを獲得し、他のライターとの関係を構築するのに役立ちます。この記事と私が書くすべての記事には膨大な調査が行われています。私に従ってください。レベルアップ with アリシュン・マヒン YouTube チャンネルへようこそ。私は世界中で情報を共有することで、あなたの生活や他の人々の生活のあらゆる側面を向上させることに専念しています。ここではビジネス、金融、健康、人間関係、愛、その他の無数の重要なテーマに関する最高の洞察を提供することに取り組んでいます。私たちのコンテンツは単なる情報ではありません。それはエンパワーメントについてです。私たちは知識を共有することで、誰もが新たな成功と充実感の高みに到達できると信じています。私たちの特徴はグローバルな展開です。私たちのメッセージが多様な聴衆の心に響くよう、13カ国語でコミュニケーションを行っています。あなたの言語のプレイリストアルバムを検索します。あなたのサポートは重要です。すべてのいいね、コメント、共有、購読が共有された知恵の力を通じて生活を豊かにするという私たちの使命の原動力となります。私たちと一緒に自己改善と集団的成長の旅に参加し、一緒に周囲の人々の向上に貢献してください。ご清覧ありがとうございました。近いうちにまたお話しできればと思います。